夢ラジオ第5405回、今日は令和5年8月15日火曜日です。時刻は午後8時半、横浜港北、火曜の夜ですね。夜空が少し晴れてきました。この夜空だと明日は晴れそうですね。ただ台風だから風が強い。さて、今回は東京ビッグサイトで参政党フェス、こんなタイトルでお話しましょう。東京ビッグサイトの参政党フェスティバルがあるようです。9月だから来月なようですね。いつ来るかわからないけど、来たるべき衆議院選挙に向けてあと2億円ほどお金が足りないから、それを集めるための資金パーティーである。神谷さんはそう言っています。しかも7時間かけて2万円、1時間あたり3000円、高くありませんよと神谷副投手のお言葉ですね。まあ7時間やって2万円、コンサート3時間ぐらいで1万円ぐらいがまあ相場ですから、まあ参政党のフェスをコンサートと呼ぶかどうかはともかく、まあ2万円そんなに高い額ではない。ただこの前参議院選挙、去年のなんか10万円とかそんなことも言ってたんだけど、今回どうなんでしょう。一律2万円なんでしょうか。でパシフィコ横浜で5000人集めたと去年言ってましたけど、ビッグサイトはもっと集まりますよね。何人集めるおつもりなんでしょうか。1万人、1万人来たらお一人2万円で、ちょうど2億円になりますね。それぐらい思ってらっしゃるんでしょうか。神谷さんが今強調しているのはこのパーティー、逃避、そして政党助成金、これだけで参政党はやっています。そして候補者の皆さんにお金を出してもらうようなこともしない。全部党が丸がかえする。その代わり党の意見には従ってもらいますよ。まあ当然でしょうね。衆議院選挙では参政党に勢力を伸ばしてもらわないと日本の保守が立ち行かなくなりますから、そのためのお金集めですよと言われたら、私もこのビッグサイトの参政党フェスですね、まああっていいんじゃないかと言わざるを得ません。2万円も別に神谷さんが言ってるからではなく、一般的な相場としてもそんなに高い額ではないでしょう。ただ去年やってたようなあの10万円とか、あれ何なんだろうと思ってましたが、それはもうやめたんでしょうかね。もう一律2万円なんでしょうか。その辺はよくは知りません。なんかコンサート風にいろんな催し物もある。そしてなんかビッグパーソンも来てくれるんだそうですね。しかもシークレットで、秘密で、当日会場に来ないとわからないとか、なんとか神谷さんは言っています。あとこれまで通り外部の講師の方も呼んでいろんな学びをしてもらう。それだけでなく、衆議院選挙に出馬予定の人のディベートなんかも企画しているとか、まあ、私はあの次の選挙では参政党に投票しようとは思っているし、衆議院でも参議院でもね。で、あの日本の保守は今のところもう参政党しかないとも思っておりますので、頑張ってお金集めしてほしいんですが、ただしもう参政党につきもののあの陰謀論には辟易しておりますから、でどうせああいう場所行くとお勉強みたいな感じでそれ聞かされるに決まってる。またあの君が代とかもでっかい声で歌ったり聞かされたりするのも私は嫌なので、やっぱああいう場所には私は行かないですね。君が代って国家はなんか暗くありませんか。メロディーがもっと明るい曲になればいいのになっていつも思いますよ。あんまり君が代は私は好きな曲ではありません、実はね。で歌う気もありません。
参政党フェス成功すればいいですね。それはともかく。で、しっかりとお金が集まって、そして選挙に臨むと。やっぱりお金がないと選挙できないのも確かです。供託金とか必要ですからね、どうしても。で、参政党が小選挙区で勝てる見込みはないけれど、比例ブロックのところで5人ぐらい衆議院議員が出てくれれば、それこそ日本の政治も少し変わる。だから多分こういった話を今度のフェスでいろんな先生方がおやりになるんでしょうね。ビッグサイトの参政党フェス、私はなんかもう行く気しないし、もう国歌を歌わされたらたまりませんからパスしてますけど、ただそういうのどうでもいいと、いや君が好きだよと、みんなと一緒に歌うの全然大好きよと、あと陰謀論、いやこれももっと大好きよと、もうそういう方が参政党員多いでしょうから、そういった方はぜひ参加されて、で、それこそ吉野さんが言うように、お金だけ払ってくれれば参加しなくてもいいですからとか、まあ、あれも正直なものいいですよね。それで参政党が次の政治的な機会で、まあ、選挙となるでしょう。ある程度の勢力を伸ばすこと、これがやっぱり一番今の日本の政治を活性化する道でしょうね。維新ではどうも信用できない、なんかそれこそ自公立民と同じく日本を売り渡そうとしてんじゃないのかっていう、そういうなんかこう懸念が拭えない。維新はね、沈黙してるでしょ。中国に関しても馬場さんも藤田さんも他の執行部も言えないんですよ。保守っぽいこと言ってはいるけど、維新じゃあ中国の脅威どう思うんですか。沈黙ですよ、うん、だからその辺をねきっちり発言している参政党は貴重です。それはね、で他に日本の保守政党がありませんし、そして保守っぽかったN 党がですねもうむちゃくちゃな状態になっておりますから、これはもう参政党一択、数年間この状態は揺るがないでしょう。ビッグサイトの参政党フェスも、まあ、さっきはなんかちょっと悪口っぽいことを言っちゃいましたけど、別に悪口言ってるつもりはなくて、私自身があんまり人がたくさんいるところにも行けないので、うん、ずっとオンラインの先生やってて、まあ、人と会わないもんですから、たまに地下鉄、横浜市営地下鉄乗ってももう席なんか座れないですね最近。なんかちょっとこれなんか自閉症みたいになっちゃってんのか何なのか、うん、ってなわけで、まあ私は無理なんですけど、ああいうの参加するのは。だけどね、リスナーの皆さんもっと普通の方多いでしょうから、で参政党いいかな、あれ保守、参政党いろいろ問題ありそうだけど保守って言ったら参政党しかないな、で2万円ぐらいなら出してもいいよっていう人なら、それこそ旅行がてらに首都圏にお住まいじゃなくてもね、ビッグサイトいいかもしれませんね。夢ラジオ、参政党についてお話しました。